こ、とりあえず潜伏。とりあえず潜伏。とりあえず潜伏。バレてる？バレてない？あ、やべえ、ちょっと、さすがに足場がなさすぎた。ちょっと待って。さあ、キャンピング落としていく。ポコも落としていく。さあ、お風呂も落としていく。あの場面から3キルやばすぎ。はーい、どうも、ナツだよ。今日はね、スプラマニューバーベッチを使って、ガチマッチやっていきたいと思います。ギアは、カムバックゾンビステージャン。まあ、前線武器は基本的にカムバックゾンビステージャンで安定で、まあ、あとはスペキョー 0.2、一応イカスフィア見つけた後スペゲン 0.2、加速 0.2。まあ、スペキョーね、最近イカスフィアあんまいらないかなって。まあ、特に、あれ、前線武器だと、まあ結構、吐いてすぐ爆発することも多くなってきたから、まあそんなスペキョーいらないかなって。スペキョー積むぐらいだったらゾンビとか、カムバック積んだ方が強いかなって感じ。はい。ということで、早速、ガチマッチやっていきたいと思います。それでやっていこう。はい、マッチングいたしました。バッテラストリートの、ガチオクバトル！よっしゃ、っていくぞ。さあ、久々にエスプラマニューベ、スプラマって、思いっきり噛んだよ。スプラマニューバー系の武器使うわ。さあ、今回はエスプラマニューバー、ペッチュー。だからね、マニューコラより使いやすいよね。イカスカ9番モブね。非常に使いやすい。開幕は割られていく。さあ、ジェットパックがね、まあ難しいからね。ジェットパックって強いけど難しいから。使いこなせると強いけど、使いこなせないとそんな強くないって感じね。さあ、いつも一枚やって。さあ、よっ。いや、無理か。これ、スライドしないでも、相打ち、ワンチャン持ってくるのが正解だったな。さあ、しょうがない。ナイス、ナイス、おかわり。さあ、ここから敵3落ちで、どっちかで、左から行くか。まあ、左からこれは1枚持っていきたい場面だけど、さあ、今自分だけで、さあ、そこにいるな。いるけどやれず、さあ、フェイント入れて、さあ、2枚持っていく。やっぱ完成キャラクター強いわ。ちょっと吸盤も投げて、後ろから来ると思わせときあ、降りてくるな。さあ、ほぼやる。さあ、フェイント。いや、このスライドフェイント。さあ、ここ生かすや。さあ、やっていく。いやー、コケコーどこにコケコったんこれ。さて、どうしてさあ、ポコが進まないなぁ。さあ、この、いやー、1かーちょっとエイム頑張ったなぁ。いや、ほんとこれ強いと思う。もう、ジャンプからのこのスライド、ほんとにね、もう、使われてもムカつくし、使っててもめちゃくちゃ強いなって思う。もう、これ修正してほしいけどなぁ。自分的にはこのスライド気吹きの着地からのスライドをちょっと修正してほしい。本当に。いや、これはちょっとキル取りにいけないかな。さあ、どうしよう。さあ、ここをちょっと左から行ったら挟み撃ちできそうなんで。左から挟み撃ち。いや、ローラー潜伏してたか。でも、あ、オッケーオッケー、これで、オッケーオッケーオッケー。いや、今の結構良かったな。これね、あれ、左から、今やられたけど、左から行って、まあ、やられたとしても、こっちにヘイトが集まるから、正面、味方がほこ攻めてたから。左にヘイトが集まることによって、ほこを止める人が少なくなる。まあ、結果オーライって言ったら結果オーライだけど、3ほこやばい。さあ、戻るか、これ一回スピア。危ねえ、これ。これ危なかったな。とりあえず、イカスフィアを。さあ、これ割ったらやれそう。やったね。いや、オッケー、あいけあいけあいけ。危ねえ。普通に危ないんだが。さあ、どうするこれ。とりあえず、一回中央に戻したいな。おい、なんちゅうとこに潜伏してたの。しかも今ので知らないの。めっちゃ当たったけどな。ドゥ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 ンって。まあ、知らない。今の知らないの？てか、なんちゅうところに潜伏してんの？ここ。その潜伏は誰もわからない。さあ、とりあえず、一応31のリード取ったから、とりあえず防衛ライン塗り固めて、こうやって、さあしっかり最大射程でクリアリングしていく。敵がローライの時は、ほんとクリアリングをね、しっかりしていくと、こう、大体、なんか、ああいう橋、インクの先っちょに潜伏してるから、ローラーは。自分もローラー使うからね。よくわかる。そういうところに潜伏しちゃうもん。さあ、これやれるな。さあ、やって。さ
後ろにブラがいて自分は悪くなんかやっちゃうような。さーて、これ。さあ、1持っていく。いや、マジで、スライドを、全くブレないの強すぎだろ。いや、こりゃ慣れたら強えわ、マジで。マネはほんと慣れたら最強だと思うわ。さあ、やりたいけど、やれねえな、一回引くか。ちょっとね、インク管理難しいけどね。アップデで、スライドのインクが増えてから。さあ、これは、ちょっと持ったれたくにさ、一回やっていく。このね、爆発するフェイント。さあ、やって。ZR 押して、すぐ離したら、爆発しそうでしないからな。さあ、やる。さあ、このブラもやれるかな。さあ、やっていく。さあ、結構キルしてんじゃんね、この試合。やった、オッケー。さあ、4回、クワットホッパーは4回後のスライドを狙う。さあ、やれず。じゃあ、当たるか。え、待って、自陣持って帰んの？いや、危なくね。この時間で自陣持って帰るの非常に危ないと思うんだけど。いや、ほらほら、そうなってまして。待って、そうなるんだ。今やるけど、危なくねえか？うわー、怖いよー。ちょっと怖くねえか、敵のクワッツスーパージャック溜まってるぞ。ちょっと怖いぞ。一応3着が全く安心できる感じではないんだぞ。とりあえず9番目に投げて。さあ、とりあえず1枚持ってきたぞ。さあ、とりあえず1枚持ってきたぞ。さあ、止めてくれるかな。とりあえず生かすからためよう。怖すぎる。さあ、味方1枚やられる。ナイス、危ねえ。ちょっとヒヤヒヤするじゃないの。ほんとに。自陣持ち帰りはちょっと怖いじゃないのって感じ。敵がスペシャルでご了承してきて、ちょっと焦るわ。チャン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 。オッケー、お、26キル。なななナイス。さ、これアシスト何なんだろうな。アシストもほとんどなかった気がするわ。はい、マッチングいたしました。アジフライスタジアムのガチオクバトル。よし、やってくぞ。さあ、こっちお風呂にちゃう。これ、あー、微妙だな。初手割れるかな。さあ、お風呂も割れそうだけどね。チャージャーもね、チャージャーお風呂はマジでほこわり強いから、さあ、割れそうかな。でも敵にもお風呂いるから。あ、ミスった。あ、これ割られる？あ、割られるの、汚い。ちょっとナイス。さあ、こっから。味方やられ。いや、待って、これちょっと。やれねえか。ふぅーし。初手やられたな。初手下手っぴだったな。さあ、ここで止めれれば全然 OK。あ、これ、ご了承したい。敵が準備 OK になる前に行かないっす。さあ、3枚。ナイス、ナイス、ナイス。結構ね、ガチョコ、1回目っていうか、そう、まだ敵が矛を進める前は結構前線武器はガッて参った方が矛止められるかな。まあ状況にもよるけど、敵がなんかスペシャルとか準備する前にガンガン参った方が矛止めれる。敵もびっくりするから。さあ1枚やって。いや、1か！ちょっと M が棒だな。やべ、死ぬ。ここ、とりあえず潜伏。とりあえず潜伏。とりあえず潜伏。バレてる？バレてない？やべ、ちょっと、さすがに足場がなさすぎた。ちょっと待って。さあ、キャンピング落としていく。ポコも落としていく。さあ、お風呂も落としていく。あの場面から3キルやばすぎ。あの場面から3キルはちょっとおもろいわ。いやー、これ、やられるな。早く無理だ。いいえ。ちょっと普通。いやー、申し訳ねえ。このクワって言ってたら、ホコすんだな。いい。いや、クワットみたいな、あれ、詰めていいな。難しい。クワット対面がね、まあ、あんまりスプラマニューバー使んないから、ああいう時の、クワット対面がいまいちよくわからない。何が正解かわからん。さあ、これ潜伏で。
いや、これ、いや、これもあいつか。クワット強いなでもあれ、あえてする、やっぱスライドしない方が勝てるな。スライドするとね、相手スライド4回できるからね。なんかスライドした方が負ける感じするわ。クワット、ポッパーのタイミングは。あ、これ死んだか。死ぬわ。スラッシュボムか。いや、全然カウントが、カウント42で全く安心できないんだよ、ね。さて、とりあえず、どうしましょう。これ後ろから止める。いや、マジか、うんちやな。うんちってもう映画が。どうしよう。いや、でも大丈夫。なんか、なんだかんだで味方がハイプで、たまる時間を稼げたから、さあ、この寿司やりたいと、特殊でやっていく。さあ、オールなんか、OK、味方よ。あ、うん？ピーコに飛んできたか。さあ、これ着地狩り、着地狩る。さあ、これ、上にオフできたな。さあ、オフを、勝っていく。さあ、イカシが入って、あと1枚、あ、いるな。寿司。寿司ナイス？オーケー。出て。ちょっと、ナイス。オーケー、危ねえ。さあ、これ裏取りいけそうやな。あぶね。いや、マジか。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。ちゃんと見てんな、クワトッパ。クワトッパ普通に打ち負けるわ。まあ、スライドしながら弾出るの強すぎなんだよな。なんでクワトッパ対面能力で言ったら一番クワトッパが優秀だよな。ただ、クワトッパは、あれだよな。サブステがあんま、あれ、恵まれてないから。やばい、これやばくね？や、おい、ちょっと、危ねえ。危ねえよ。危ねえ、ちょっと待って。危ねえ。なんか普通にのんきに話してたら普通にリードされそうで笑ったわ。全然危機感なかった。あんまカウント見てなかったわ。クソ危なかったわ。危な。マジ危ねえ。発狂してたわ。OK なんだな。ナイスはい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あと Twitter もやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね。バイバイ。